青空エリネボイスブログへようこそ。魚の群れ、小さな魚たちが群れになって泳いでる。バラバラなようで実は一つ。右へ左へ、大きな魚たちが群れになって泳いでる。ぶつかりそうでぶつからない。右へ左へ、大きなクジラから見たら一塊のただのランチ。大勢の人々が駅にあふれている。右へ左へ、みんなバラバラで、ぶつかったりするりと避けたり、歩くだけでイライラする。人の目で見ると足並みもそれぞれの思いもバラバラだけど、鳥の目で見るとただの一塊、ちっぽけだし、青空から見るとただの点、ただの点だよ。いや、点にさえも見えないよね。どこから見るかでこんなにも変わる。当たり前なのに気づかない。おもろいね。お聞きいただきありがとうございます。青空エリネチャンネル登録よろしくお願いします。